Thank you.
寺であなたを見ていて分かったの。あなたはアーサさんのためにルピナ草を必死に探した。ううん、それ以前からシグナという人を探してノイと一緒に戦っていた。他人のために何かをしたいという気持ち、きっとそれが人として生きるということなんだって。他人のためにか、そうなのかもしれないね。シグナの作った便利屋もそういうものが根幹としてあるだろうしなんだか逆に教えられちゃったかな。ううん、私がその気持ちを確かめられたのはこの島に来られたから。やっぱりあなたのおかげなんだと思う。ありがとう、ナユタ。Thank you.
切り。
ものかな。Thank you.
だいぶたくましくなったようだな。この調子で鍛錬を積むといい。Thank you.